1992年の西武ライオンズでは、1992年の西武ライオンズにおける動向をまとめる。この年の西武ライオンズは森正明監督の7年目のシーズンであり、3年連続14度目のリーグ優勝と3年連続11度目の日本シリーズ制覇を果たしたシーズンである。3連覇のかかったこの年だが、毎年恒例の開幕ダッシュには失敗。 しかし5月に17勝3敗の貯金14で首位に立つと6月以降は金鉄とのゲーム差を広げた8月以降は負けが混んだりしたものの金鉄が追いつくことはできず9月30日の日本ハム戦24対5で勝ち3年連続でパリーグ制覇当主人は前年優勝の原動力となった渡辺富夫が請球難に陥ったものの 石井武弘が15勝3敗、1.94で防御率2位となり、MVP を獲得。それ以外にも、工藤清康、渡辺久信、各大元などもそれなりの成績を残し、香取義オ塩崎哲也のリリーフ2枚看板も健在で、防御率は3.52でリーグ1位。打撃陣は4番の清原和弘を、 はじめ本類打王のオレステス・デストラーで、秋山浩治などもよく打ち、チーム打率。278は1位で、近鉄や大英を突き放し、本類打も159本とリーグ1位だった。この年は、海チームと相性がよく大英に20勝5敗1分、千葉に移転したロッテには17勝9敗と大きく、勝ち越した。日本シリーズは、 ヤクルトとの激闘の末第7戦までも連れ込んだが、その第7戦で ASEC がヤクルト打線を1点に抑える活躍で2対1で勝ち、3年連続、そして西鉄時代以降も含めて11度目の日本一となった。しかしこの年以降西部は日本一から遠ざかり、2004年まで12年間冬民生活に入る。ありがとうございます。